この時間と場所を作りました。電気を消してスローな夜を温かな心で、大切な未来の地球のため、子どもたちの未来のために、さて、でもさ、こういうことやるって言ってたんだよね。高難題のテーマを心の温かさをこの明かりで伝えよう。ここから未来へ、キャンドルナイト in 高難題2019を開催いたします。プログラム紹介、絵本読み聞かせ、エコ宣言の紹介。